シャン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 衣装です。雨は夜更けすぎに奈々です。たからねさあ、じゃあよろしくチャンネルメリークリスマス、メリークリスマス。はい、今日はクリスマス、はい、プレゼント交換大会プレゼント、おのおのね、3000円以内で、はい、買ってきまして、はい、プレゼント交換会をしようとなりましたけども、はい、急にね、うん、なりまして、はい、だから結構格好も雑ですし、うん、あと俺ちょっとこれほんま衝撃やってんけど、これ何、見ないでください、うん、まあちょっと後のお楽しみといいますか、今日はどんな感じで、なるほど、はい、番号を振ってますんで、はい、こちらの袋にだから本当にね、今日急にやるってやったんで、くじ引きの袋もえぐいですよ、ね、そう、でもあのちゃんと折ってますんで、うん、見えへんようになってると見えへんようになってる。で、プレゼントまで番号振ってる、これが1番、はい、で、こっちが2番、はい、で、こっちが3番、はい、で、それぞれ誰が勝ったかわからないんですけど、うん、クリスマス分からないの持ってくるとこ見たけどそれはわかるやろ、それ置いた時分かったで、ごめんごめん、ほんならもう分かった手にしたらいいそんなら、まあ、あのほんま分かってましたね。これってアウト、富永さんのアウトやん、これ。いや、まあまあ、ちょっと盛り上げようとしてさ。ほんなら、まあ、ちょっと仕切り直して。はい。まあ、みんなね、それぞれプレゼント買ってきたという。うん、これが西野ね。はい。3番が西野が選んだプレゼント。はい。で、2番が俺が選んだプレゼント。はい。1番が富永さんが選んだプレゼントなんですけども。はい。富永さんだけちょっとこれ、黒いアウターぶっかけてますけども。うん。ちょっとまあ、理由がありまして、後でちょっとまあ、なるほど。とりあえずアウターではないってことね。アウターではないです。アウターの中にあります。なるほど。ということなんで、うん、これはくじを引いてどれが当たるかっていう。なるほど。これ自分のが当たったらめっちゃ嫌やな。これ自分の当たったらめっちゃ嬉しいねんけど。嘘。それぐらい嬉しいもんかったけど。はい。ということで。はい。はい。じゃあ引いていきますか。じゃんけんで引こう。お、いいね。最初のグー、じゃんけん、はい。あ、トラさん負けた。よう負けるね今日。はい。最初のグー、じゃんけん、はい。はい、これでしょ。わい、1番。はい、じゃあ1番から引きましょう。でも1番選んだからって何なのか分からへんからね。はい。どうぞ。はい、じゃあ続いては俺か。はい、じゃあ次のこれ、はい、次の、はい、みんな引きました。じゃあ誰からいきましょうか、はい、誰から開けるかジャンケンで決めようか。これもジャンケンこれもジャンケンな。最初はグー、ジャンケン、はい。おー、2勝2勝、はい。最初はグー、ジャンケン、はい。よっしゃ、よっしゃ、はい、あるんです最後。おお、これは楽しみに取っときたいんで、じゃあ最後に引きます。あ、最後にやってる。はい、じゃあ真ん中で。お、ほら俺1番かい。あ、いいよ、1番いきます。1番はい、何でしょう。あ、いきます。2番、やったー、自分の自分のや自分で買ったやつ2番2番か。え、でも俺全然嬉しいわ。嬉しい、うん、自分で買ったやつ。ああ、じゃあ続いて富永さん、1番自分で買ったやつ。じゃあ僕が3番。これなんやこれ、自分で買ったやつ、これなんやこれ。ごめん、ごめん、ごめん。交換とかするよな。でも、まあ、開けてからちょっとあまりにもいいなってなったり、ちょっと交渉できることにしよう。交渉できることにしよう。一応今借りかくて、うん、とりあえずちょっと開けてってみましょうか。まず俺から行こうか。ほんならそうですね。あ、じゃんけんで決めようか。誰がいい。またどんだけじゃんけんすんねん。そんなじゃんけんする。あ、誰から見ていくかのじゃんけんね、うん、はい。最初はグー、じゃんけん、はい。負けろんかい。最初はグー、じゃんけん、はい、はい。じゃあ僕最後に開けたい。じゃあ、真ん中で変わらないよ。ずっと何してんねん、これ。いきます。奈々さんが自分で買ったやつを今から開けます。はい、ちょっと持ってみてもらっていいですか、はい、何か予想できる。うわ、重たっ。何、ちょっと持ってみる。あ、重い。あ、分かったかな。俺当ててもいい、うん、いや、分からへんな、でも。え、富永さん分からへん、持った感じ。本な。なるほどね。西野、これやろ。ハラミ、肉のハラミ、
500g。 まあでもナナちゃんこういう時絶対ボケないんで、ボケるとかないから、た時計とかちゃう。目覚まし時計とかかな。開けます。くらいの重さやけどね。本。本かい。本でほんまに。本3冊。うわめっちゃええやん。一番のベストセラー。そしてバトンを渡された。うわ。そしてケーキの切れない飛行少年たち。うわ。そして6人の嘘つき大学生。うわこれが良かった。面白い本3冊。本3冊これが良かった。これがねちょっとミステリーのちょっと推理小説みたいな感じの小説で、これがちょっとあのね子供たちが飛行に走るなんか理由をちょっと突き詰めて、ちょっとねドキュメンタルみたいな。でこれがちょっと俺ね奥さんと一緒にこの前映画見に行ったんですけど、そしてバトンを渡されたって、はいはいはい、めっちゃ泣いたのよ。泣いたんや。で結構伏線回収もあるやつでちょっと面白かったんで、なるほどなるほど、ちょっと読みたいなっていう感じで。ほーええやん。それを自分で買って自分で読むっていう、そうです、それ嬉しいんちゃう、うん、読書。そう読書、全く名前中身知らない俺、正直これもらってめっちゃ嬉しいもん。なるほど、うん、はーい。富永さんのオープンしていい？富永さんが買ったやつね、はい、開けます。え、待って待って、ドンキホーテの袋ちゃんこれ、うん、FE。 いやちょっとほんまに確認したいねんけどさ、俺ら仕事をしてる間何してたの？真面目に選びました。真面目に選んだ。はい、富永さんがまあ当たってるからね、これ開けてていい、はい、テーマ言っていいですか先に。はい、テーマテーマあんねや。テーマは仕事お疲れ様のお二人に送りたいプレゼントです。仕事お疲れ様のお二人に送りたい、はい、プレゼントが自分に来たと。ほんま、でもまずほんま外装で得てんよ。じゃあとりあえず出してってもらっていいですか。はい、外装、まずはこちら。お、もうもう枕やシーツなど布製品のちょっと匂いを、いい匂いするみたいな。あ、めっちゃいいやん。いいやん、普通にめっちゃいいやん。で、お、メグリズム。なんかお笑いファンの差し入れみたいな。ようもらったのこれ、うん、ありがたいけどね、うん、えぐいな。キキユ。例えば私入浴剤行こうしますけどね、いいけど、うん、キキユ薬用の、うん、まあ、そんな疲れてると思ってんの俺。もう読まれへん。あ、入浴剤か。入浴剤、入浴剤に行こう。いやこれ富永さん誕生日にこれえぐいって。あーいいね。でもプロモットって知ってる？分からへんけど。でもなんか健康飲料的なことですよ。初めて聞いたい。プロモットリポビタンで、うん、なんか種類ちゃいます。え？これはひどい。ひどい。え？まあ、遊んでワンワン。どういやなんかペットって癒されるじゃないですか。富永さん、まあ、癒す。子供おんねんぞ。お子さんとも遊べるみたいな。なるほど、まあ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 、それはあるから。なるほど。まあ、なんやろ、見た目ほんま0点やったけど、中身どうですか？本人より上かも。ごめん、俺もちょっとなんか、いろんな角度から、うん、まあでも確かに満足度は高いかもしれないですね。富永さんのはこちら、はい、で西野のやつをどうぞ。俺、これね、はい、結構大きいのよ。ちゃんとした袋ですよ。袋の中に入ってんのは、袋マトリオシカ。これは開けてほしかったんけどな、うん、誰かに。自分で開けるとは。俺もそうや。バーン、いきます。はい、クッショーン。スヌーピーのクッション。クッション1個だけ。はい、3000円のクッション。3000円のクッション、なるほど。スヌーピーです。今から交渉なんですけど、目つぶってですね、1人ずつ、はい、どうしましょうかね。指差しする、欲しいもの、うん、せーの。おお。目開けていい？はい。あ、目閉じんのか。むちゃくちゃやでこいつ。ごめん。目開けるで。はい。お、ええやん。みんな別れた。
すごいやん。1番。1番欲しいやん。1番。トムヤさん、3番欲しい。3番。俺、2番。終われた。終わり。綺麗にいけました。うわぁ。こんなことある？こんなんええやん、めっちゃ。うん、めっちゃ良かったやん。トムヤさん、クッションでええやん。スヌーピーめっちゃ好きなので。そうやな、はい、それはしてて嬉しい。富永さんに当たってもいいし、お子さんに当たっても全然クッションやったらいいかなと思って。で、俺は普通にこの普通に欲しいな。もうなんか意外に、もうこのこれも子供遊べるし、うん、だから奈々さんは自分でなんか自分欲しい。富永さんはなんか結構西野のドンピシャの数めっちゃ買って、うん、西野、富永さんドンピシャのやつがあって、俺も自分でドンピシャのやつ買って自分で自分でドンピシャのやつを買ったって自分で読みたかった。何やろな、さっきプレゼント選んだっていうか自分の買い物した感じ。合間に、うん、はい、ということで、はい、大盛り上がりのクリスマスプレゼント交換会でございました。あらっしゃー。